迷わないように気をつけて、次はお話を選ぶのよ。気をつけてね。1999年の日本、 S 市森尾町に住む不良の高校生東方丈介。彼はジョセフ・ジョースターの隠し子であり、血縁上は空城丈太郎の叔父にあたる。ある時丈介は丈太郎と出会い、森尾町に迫る危機を知らされた。その直後、スタンド使いにして殺人鬼片桐安十郎、通称アンジェロにより、警察官の祖父を惨殺されてしまう。丈介は祖父の代わりに町を守ることを決意し、襲ってきたアンジェロを岩に同化させ封印した。だが恐るべきことに、この町には弓と矢を使い、悪のスタンド使いを増やす人間がいるのだった。恐ろしい右手。使いだと？てめえスタンド使いなのか？東方丈介、お前はこの虹村奥安のザ・ハンドが消す。みんなを守りますよ。一旦おめえを直せばよ。これで全然卑怯じゃねえわけだな。ドラララララドラすげえ爽やかな気分だぜ。警告、一体何なんだ。空間を切ってみましょう。くたらりやがれダボヤ。おとなしくしてろ。どう考えるのめんどくせえ。グレートだぜ、奥安。相手だ、気づいとってやる。俺を追い詰めたつもりか。ファイナルラウンドファイト。どうだ、引っ張られやがれ。ダブルや瞬間。
たまりやがれ。瞬間移動ってやつだ。スーパーギタリスト。行くぞこら！俺はよ、東方丈助。おめえに対してかなりふざけてたような気がするよ。自分のよ、ふざけた考えは反省して改めなくっちゃあな。ラドモンドジワンファイト。ロボドルジャー切ってぶちゃぶす。ジャカルトレンドホンドシルカルやっちゃった。おとなしくしてろ。ドルチルファイバーヘドル全切って武器を射程距離内入ったぜ。俺の自動追尾弾だぜ。やってやる。ステイモールドやってやる。おいおい上等じゃねえか。やってやる。スチルファイドルドルドルチルファイドル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 ドこれで全然卑怯じゃねえわけだな。ドラララララララすげえ爽やかな気分だぜ。反省したドラ。おとなしくしてろ。ドラふざけた考えを反省するとか言ってたが、ふざけてんのは考えではなくてよ。漫画家の家へ遊びに行こう。あなたのスタンドで攻撃するの直ちにやめてください。さもないと。実にいい。実に気に入ったよ。君の性格読者からもきっと好かれると思うよ。ラウンドワン。ファイハッチ。止め。だから。待て。アクト3。次に乗り上がる。聞いた。おいおいおい。どうだ。
し僕が主人公ならどうなんだ。もし僕が主人公ならどうなんだ。俺で今って君の記憶を燃える。どうすればどんどん書きたい。許せない。もし僕が主人公なら君の記憶をもらう。ボグラン、どうすればボグラン。僕は聖地時速70キロで自分の体は背後に吹っ飛ぶ。どうすればいいか。はっ、また最初はいや、どうだ。いった、バカな。次逆逆逆逆、待て。よっ、はい、嘘だ。嘘、必殺エコスリーフリーズ。いつだよ。君には何を言っても通じないんだね。どんどん書きたい。もし僕が主人公なら許さないぞ。僕は聖地時速70キロで自分の体は背後に吹っ飛ぶ。やばい。許さないぞ。行け、僕のリポーズ。必殺エコーズスリーフリーズ。警告、いいだろ。許さないぞ。そういうことを体験して、君の記憶をもらう。どうすればいい。有無を言わせず先手必勝さ。最初はどうすればいい。飛べ。なぜ僕がビクビク後悔してお願い神様助けてって感じに。もし僕が主人公なら許さない。必殺エコスリーフリーズ。負けたよ。僕にかけたスタンドを解いてください。光一を救え。見ろよ、スタンド叩こうからよ。ダボが奥安く、君には興味なかったがしようがない。君も資料にしとかなくてはな。ラウンドワン、先手必死。くっ、たまりやがれ。痛い。瞬間移動してやる。それ何なんだ。どんどん書きたい。僕は成長している。僕は成長。時速70キロで自分の体は背後に吹っ飛ぶ。どうやるのかよ。空間シュッ。ダボが武器たまりやがれ。ダボがいいだろ。ヘブンゼットワーク。君にはセーフティーロックをかけさせてもらう。これで君は僕に攻撃できない。お前に能力がボロボロになる。もし僕が主人公なら先手。僕は聖地再起不能にさせてもらおうかな。僕は聖地時速70キロで自分の体は背後に吹っ飛ぶ。どうだ。たまりやがれ。ダブルや。決算がヘブンゼットワーク。君にはセーフティーロックをかけさせてもらう。これで君は僕に僕はラウンドファイト。
ティーロックをかけさせてもらう。これで君は僕に攻撃できない。僕は成長している。よし、必殺戻れ。もし僕が主人公バカだ。次小汚い野鳥の住みか。てめえ、君のそのヘアスタイル笑っちまうぞ、ジョースケ。2,30 年前の古臭いセンスなんじゃないの。かっこいいと思ってんのかよ。先手必勝。その髪型ダサいね。今俺のこの頭のこと、僕は正直再起不能にさせてもらうから。僕は正直時速70キロで自分の体は背後に振って、僕は成長している。切ってドキャブ。射程距離内入ったね。バカだ、図に向け誇らしくしてろ。最初はグーだ。いい加減に怒りが足りなかったぜ。怒りが足りなかった。最初はグーだ。いい加減に。僕は成長している。射程距離内入ったぜ。バカだ、どけ。図に乗りやがった。やかましいぞ。バカもどけしやろ。図に乗った。俺がみんなを守りますよ。その髪型ダサいね。今俺のこの頭の図にのどけ。切ってぶちのめす。おい、ぶちから。根元に行って切ってやるぞ。いいぞ、上等じゃねえ。
の記憶をもらう。もしクレイジーダイヤモンド、ディフォース一旦おめえを直せばよ。これで全然卑怯じゃねえわけだな。ドラララ、君の記憶をもらう。いい加減にしろ。射程距離内入ったね。いいだ。お前に能力がボロボロになる。いや、ヘブンゼットワーク。君にはセーフティーロックをかけさせてもらう。これで君は僕に攻撃できない。もし僕が主人公ならどうするよ。どんどん書きたい。もし僕が主人公ならどうするか。僕はファイナルラウンド。え、その髪型ダサいね。今俺のこの後僕は聖地再起不能にさせてもらうかな。いい加減にしろよ。最初はグーだ。警告、いい、おい、ペイト、僕は聖地再起不能にさせてもらうかな。戻れ。ああ、ドキ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 。俺の自動追尾弾だぜ。どけ、図に乗りやがる。どけどけどけ、いいだ、足りぬ足りぬ、どれ、いいだ、上等じゃねえか。図にどんどん君の記憶をもらう。やヘブンズドア、どけ、どれ、最初はグーだ。やべえ、上等じゃねえか。図に乗り合ってしまう。どうだ、どけ、ああ、いい、君の記憶をもらう。先方だよ。突っ切ってぶちかぶつけ。危ない、突っ切ってぶちかぶつけ。図に乗り合って突っ切ってぶちかぶつけ。おい、どんどん書きたい。えっ、まだ殴り足らねえぞ。超の怪物。正体を表したな。そんじゃあよ、平穏じゃねえ顔面に変えてやるぜ。闘争は私が目指す平穏な人生とは相反しているから嫌いだ。トラウンワン、ファイト。おとなしくしてろ。なんてすがストレイキャット。防御かも、のっけしやろ。警告、吹っ飛ばす。一体何なんだ。なぜ
先のことを。どかねえとマジに顔を歪めてやるぜ。こんなバカ近づかない。どうだ、切ってぶちのめさ。しまえ、おとなしくしてろ。どうだ、どうだ、用意足りなかったぜ。戻る、いいかげクレイジーさん、どうだ、吹っ飛ばす。どうだ、どうだ、どうだ、戦わざるを得ない。やっと、吹っ飛ばす。いい加減にしろよ。お、どうだ、スイッチを押すんだ。くそー、ラウンジェルクイーン、クレイジーダイヤモンド。一旦おめえを直せばよ。これで全然卑怯じゃねえわけだな。ドラララ、君の名を聞かせてもらえないか。いい加減にしろ。スイッチを押すんだ。どうやら平穏な人生目指してたんだよ。精神。キラヨシカゲには俺のクレイジーダイヤモンドを必ずぶち込んで倒す。クレイジーダイヤモンドとの接近戦はなるべく避けるのが得策。ラウンドワン、ファイト。切っていきましょう。射程距離内ナイフだね。クレイジーダイヤモンド、ダメだ、ダメだ、ダメだ。いい加減にしろ。ドルチ、切ってぶち込む。こんなボットをやつぶっ、キラークッドをぶっちぶし、いい声を欲しくしてろ。こんなことが、ストレイキャット、ボーテ、上等じゃねえか。こんなことが、吹っ飛ばす、上等じゃねえか。ぶちかませ、射程距離内入った、関わざるを得ない。ユークレイ、視界が足りなかった。やり上等じゃねえか。こっちどうだ、おい、上等じゃねえか。こんなことが、切ってぶちかます。スイッチを押すんだ。くそー、ユークレイ、ファイト、上等じゃねえか。こんなことが、切ってぶちかます。射程距離内入ったぜ。警告、こんな吹っ飛ばす戦か。一体何なんだ、なぜ、なんだぞ。先のことを体験しているんだ。顔を歪む、かわざるを得ない。キラークイーン、用意が足りなかったぜ。さっきのドル、切ってぶち壊す。やってやる、こんなドル。君の名を聞かせてもらえないか。キラークイーン、ストレイキャット、んのかよ。おい、上等じゃねえか。こんなこと、君の名を聞かせてもらえないか。キラークイーン、空気だ。こんなバカ、誠にすみません。はい、済み次第、はい、すぐ会社に、はい、向かいますので、はい。ファイナルラウンド、ファイト、キラークイーン、切ってぶちの射程距離内入ったぜ。こんなこと、切ってぶちのめさ、なんだと。こんな、おい、ものっけやせろ。こんな、おとなしくしてろ。おい、ものっけやせろ。こんなバカ、切ってぶちの射程距離内入ったぜ。
ジョースケたちによって追い詰められたキラは救急車に轢かれて死亡した。そしてその邪悪な魂はレイミとの対峙を経て決して振り返ってはいけない小道に連れ去られていった。さばいてもらうがいいわ、キラヨシカゲ。どこに、私はどこに連れて行かれるんだ。さあ、でも安心なんてないところよ、少なくとも。森王朝に救う怪物は町を愛する者たちの黄金の精神によってついに取り除かれたのだ。レイミは町を去る時が来たと告げ、ロハンや光一たちに見送られて穏やかに成仏する。さよなら、レイミさん。死んだ人に言うのもなんだけどよ、元気でな。俺も寂しいよ。あんたは立派な女性じゃ。あんたのことはここにいる誰もが忘れはしないじゃろう。ありがとう、みんな。さよう。こうして1999年の夏はほとんどの人々にとっていつもの夏と同じように当たり前に過ぎていった。ここは物語と物語の境目な